はい、Listen to me です。Listen to me では私のいろんなポッドキャストとかブログとか SNS 展開について、いろいろご報告するということもやっているもんですから、今日はなんと12月1日師走に入りましたが、ちょうど1年前の今日から声と言葉のブログ、はてなブログを復活させた日なんですね。それまで持ってたはてなブログをリニューアルして、再出発したのが12月1日、これで1年毎日更新欠かさずにやってまいりました。で、今は声と言葉のブログということで 100% 音声入力、見た目はブログ、中身はポッドキャストということで埋め込みプレイヤーが埋め込んでありますので、で、全て文字は、音声入力でしたものが貼り付けてありますので、ブログのように見えながら実は中身はポッドキャストという、そういう声と言葉のブログ、初めて1周年経ちました。で、これが始まったきっかけは実はアドベントカレンダーというイベントがあって、そこで一人アドベントっていうのをやったんですが、その時にそれの告知をしたいと、その情報をまとめて載せていく場所が欲しいと、で、 SNS で拡散するにしてもやっぱりちょっとベースキャンプ、ホームグラウンドが欲しいと思った時に、やっぱりこれはブログが一番いいだろうということで、それで始まって、で、12月中はアドベントやってたんですが、それが終わった後、どうしようかなと、思って、実は、その時に思いついたのが、翌年の新年から始まった、夕刊ことの葉ですね。ブログの夕刊ことの葉とリンクさせた声と言葉のブログにしようと。で、100% 音声入力を目指そうというふうに始めたのは1ヶ月後なんですが、まあ、そんな形で、始まるきっかけは、クリスマスのアドベントイベントカレンダー。そして、それが、ポッドキャストの、夕刊ことの葉、ポッドキャストの日々のニュースですね。日刊ニュースとリンクする形で、音声入力 100% の声と言葉のブログになってったっていうのは、その1ヶ月後だったということなんですけれども、まあそんなことで、声と言葉のブログ、見ていただけてる方、どれぐらいいるかわかりませんが、リンク貼っときました。これを配信しているリッスンというサイトに来ていただきますと、そこにブログへのリンクが貼ってあります。それから、その時の声で書く日記ですね。その話をしてます。ブログ再開しました。それから月刊始めるキャンパスで、ね、再びブログ始めませんかみたいな記事を書いて、ここである程度、なんで始めたかっていうね、ことも語ってます。それから、そのちょっと後に、声でブログを書く時代っていうことで、音声入力 100% を目指そうということで、1ヶ月後ぐらいですけど、はじめもで声でブログを書く時代っていうことで語ってたりするので、まあその記録も含めて、概要欄に貼らせていただきました。声と言葉のブログ、まさか1年、続くと思いませんでしたが、ポッドキャストともリンクして連携して、夕刊ことの葉ともリンクしたブログ展開ということで、立体的なSNS 配信を目指してるってことなんですが、どうなりますか？これはこれで一つの形ができてきたかなと。意外とコンスタントに毎日見てくださる方もいらっしゃるようで、嬉しい限りです。ということで言葉、声と言葉のブログ1周年、音声入力 100% で書くブログ、皆さんもやってみませんか？埋め込みプレイヤーを必ず埋め込んで、音声を聞きながら、ブログ記事を読むことができるっていう、まあこういうことをやってるわけですね。はい。まあ、手前味噌ですが、声と言葉のブログが1周年になりましたっていうことで、一人祝いたいと思います。ブログ見てますよとか、もうちょっとこういう風にした方がいいんじゃないですかとか、ブログいらないんじゃないんですかとか、いろいろ意見があったら、ぜひお聞かせいただけると嬉しいなと思いますし、いや、ブログ始めました。音声入力 100% やり始めましたとかいうのがあったら、また教えていただけると嬉しいなと思いながら、マイペースで、今年、これ2年目ですね。2年目もマイペースで、やっていきたいなと思ってます。で、ついでに言いますと、今日12月1日ですので、今日から、声と言葉のブログのトップには、アドベントイベント、日々のですね、それの情報も、多少乗っていく形になるかなと思います。アドベントの告知も昨日から始めました。ということで、声と言葉のブログ1周年 100% 音声入力、ポッドキャストなブログ。
1周年のお話でした。最後までお聞きお読みいただきありがとうございました。ではまた。